どうも、豆チャンネル豆ちげです。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、初めてのレザークラフトボリューム1、ボリューム2に引き続いて、ボリューム3をやっていきたいと思います。よかったら最後まで見てくださいね。まず最初にボリューム3のテキストに同封されていたものを、軽く見ていきたいと思います。今回ね、ほとんど、入ってるもん少ないんですよね。このストラップの部分の革と、それと革包丁ですね。あとナス缶ですね、これだけになってるのかな。ちょっと一回開けてみますね。それでですね、ちょっとね気になってたのがね、この包丁なんですよね。革包丁がね、なんかあまりいい包丁、まあそりゃそうですよね、そんなあの会費のお値段でそんな他いい包丁なんか入れるわけないとは思うんですけども、ただ切れるかどうかね試してみないと、やっぱり切れない刃物ほど怖いもんないので。はい、では早速ね、包丁研いでいきたいと思うんですけども、先にね、この刃の裏を出していきます。で、刃先にね、こんな感じで、ちょっとマジック塗ってください。で、こういう金板、これまあ、すごい細かいダイヤモンド砥石なんですけど、これで裏を当てて出していきます。するとですね、こっちがまだ残ってるの分かります？ここは刃が当たってないってことなんですよ。なので包丁ってね、全部が全部まっすぐになってるわけじゃなくて、ほとんどなってないんですよね最初。なのでそれをまっすぐにしてあげる作業を一番最初にしないとダメなんですね。ちょっととりあえずね、データいけたんで、表側研いでいきましょうか。これ、刃の黒幕の旋盤です。めちゃくちゃ使いやすいです、これ。初心者の方で、包丁の研ぎ練習したかったら、まずこれは買った方がいいと思います。じゃあ、こっち表研いでいきますね。当たってるとこわかんねー。確か5000番ぐらいって書いてたような気がするんですけど、実際は5000もないんやろなと。うん、刃はついたと思います。滑らないんで、さっきよりかはマシですね。